始めてからだいたい3時間ぐらい経ちました。なんとなく慣れてきましたけど、まだ痛いです。すげえ重いので何とかしてます。こういうのがあります。道しるべみたいなのがあるんで、まあでもね、普通にマップがなかったら全然わからないですね。今道っぽい道になってきました。もうそろそろ着きそうです。独り占めだ。すげえ景色が美しいです。ちょっとね、おはようございます。サスライボーズでございます。ただいまですね、プエルト巡回というところに来ております。今回はここの、まあ川みたいな湖を向かっていきたいと思います。今日はですね、張り切ってアルゼンチンの国境まで行きたいと思います。まあアルゼンチンをね、アルゼンチンまで行ければいいと思います。ビジャオーヒギンジに着きました。ここがチレの最後の最後の町で、もう本当に町って感じ、町っていうか村っすね。今日はこれに乗ってまたエルチャルテに行きます。頑張りますぜ。よいしょ、見てください、もう村っすね。本当に可愛い村って感じ。全部木が、もう木でなった、全部家が木でなっております。素晴らしいですね。とっても静かな街です。車が通ってます。車が、よし。ということでね、こっからエルチャルテンっていうね、そのアルゼンチンに国境越えしたいんですよ。国境越えしたいと思ってね、今日の5時に、また来てくれと、ボートがあるからっつってね、行ったわけなんですけどね、ボートがないって言われたんですよ。まあボートあるんですけど、まあもともとね、ここのボートはもう本当に天候が悪ければね、雨だったらやらないっていう感じの船なので、とりあえずそんな感じで、まあ今日はもうずっと待ってた人たちがいるので、その人たちが今日は向こう側に行きますということらしいです。とりあえず今日はダメ、今日木曜日です。で金曜も明日もダメで、多分土曜日。でも多分土曜日もダメ。なので3日間ここで足止め状態を食らうということになりました。なんでね、とりあえず雨天がやばい。で、しかもこの街何もないっていうことで、まあ初めはめちゃめちゃね、運が良かったんですけどね、結局、こんな感じで、ね、足止めを食らうことになりました。まあね、ちょっとまあずっとキャンプだったので、まあ体もちょっとシャワーとかも入ってなかったんでね、しっかり、清めていこうかなと思っております。まあ、ね、ちょっと眠いですけど、とりあえず土曜か日曜に行ける、まあ土曜に行ける可能性多分低いので、一応土曜にブッキングはしてあるんですけど、お金は払ってないので、それで行けるかどうかわからないですね。はい、でとりあえずまああと日曜日に行けると思うんですけど、まあ、そのボートの予約も買わないといけなくて、多分もうね、残席が 2,3 しかないですね。あら、はい、ということで今からですね、この今日の結果を見に行きたいと思います。なんとか、よし、明日行くことが決まりました。嬉しいわ、めっちゃ嬉しい。やったー、ということでね、チケットゲットしました。めっちゃ嬉しい。普通はこんなに順調に取れること多分ないので、明日行けるというチケットがゲットできたのめっちゃ嬉しいです。本当にあそこのバス、あそこにバスが止まるんですけど、もうすぐそこっすね、にここにボートの会社があります。ということで明日に参りましょう。はい、ということでおはようございます。やってきました、2日目でございます。今日の予定なんですが、7時半に
今バスを乗ってやっていきましょう。エルチャルテンです。